今日はですね、そんな大学ノートが脳の一部とまでおっしゃるゲストの方をお招きしております。ヤクルトスワローズの野村克也監督です。どうぞよろしくお願いいたします。ふさわしくないみたいですね。どうするんですか。ぴったりですけど、監督にもういろんなこと書いてらっしゃるんだろうなっていう感じがしますけれど、結局そのあ、これはこう記憶に留めておいた方がいいっていうのはどうしてもパラッといっちゃうんですね。不安で不安でしょうね。ああこれはいただきとか、いい話とか、うん、ああいい情報とかってなるとどうしてもこう忘れそうな気がしてしまって、取っときたいし、そこでどこででもメモをする、メモマ、まあ、メモマということはよく言われましたね。日本シリーズの第一戦でメモですか。これは試合前に当然、例えば佐藤な佐藤というピッチャーの情報がありますね。で自分で実際に見て感じたものを書き入れていってですね、そしてできるだけ正しいものに作り上げていくと。正確な佐藤像を作り上げていく、打者のやつもあります、それから大木監督の作戦っていうこともありますし、いろんなことがあるんですよ。その他もろもろですね、ちょっと企業秘密があるから言えません。例えば若い選手を指導なさるときに、そのメモ取った方がいいぞというようなことはおっしゃるんですか。強制はしませんけれども、反強制的なやり方でミーティングをやります。つまり今黒板って言わないですよ、なんて言うんですか、ホワイトボードですか。あれに面倒で時間はかかりますけれども、全部私書くんですよ。そうすると聞いてる選手たちは書かざるを得ないですよ、受け止めてそれをメモする選手のがまた千差万別で、そのまんま写す人もいれば、さらに自分で書き足す人もいれば、そうですよね。6年間で一人だけ全く書かなかったのが一人おりますね。誰ですかそれ。言っちゃっていいですかね。いい、あの失礼にならないよ、したいですけど。長嶋一茂君は一切書かなかったですね。どうしましょう。でも彼は巨人行った時に、ポロッと後悔の念を発したそうですよ。あの時書いとけばよかった。今日はですね、野村監督のちょっとノートを拝見させていただけるかなと思いましてお持ちいただいたんですが、格言とか雑学なんてとこダメですか。いやいや、ダメダメ。そこは見せていただけませんか。雑学ね、なんか当たり障りのない、こうなんか問題のないところございませんでしょうか。拡散遺伝子のこと覗いてしまいました。なんかドキドキしますね、人のノートを覗くというのは。汗が出てきちゃう。ダメダメ。ダメですか。僕らは野球も小さい時は野球少年でしたから、ほとんどこう勉強なんてしてないじゃないですか。ですからそういうツケが今頃になってもろに無知無学が出てくるわけですよ。ですからこう見られたら恥ずかしいようなことがいっぱい載ってるわけですよ。自分のレベルがこのまんまもうだから自分の欠点ってやっぱりどうしても隠したいじゃないですか、ですからそういうことで嫌ですね、こういうの。あの大学ノートというものとをそもそも手に取ったのは、我々 学生の頃っていうか小学校の頃はもう全部でああいう大学ノートですからね。やっぱり運動会でもらったような記憶で。そうそうそう、だけど一冊全部使い切ったって記憶ないんですよね。ああそうですか、はい、だからやっぱり途中でダメになっちゃうタイプなんだから、こうペラペラペラってやるとこ絵描いてね、力道山とオルテガが戦ってあの、ドロップキックやってるようなのをこう動く漫画みたいにして描いて、パーッと授業中にやってたりするっていうふうになっちゃった。監督はあのいわゆる大学ノートは一冊ピシッと使い切るでしょうね。それうーん、変なとこ几帳面で、変なとこはいい加減なんですよ、なんだかいい加減さともう同居しておりましてね、割合そういうことはきちっと最後までしないと気が済まないと言いますかね、そういうとこがあるんですよ。ノート以外がよほどいい加減なんだね。このノートの部分っていうのがそれは野球もそうだけどさ、ビシッとしてるけどさ、それほっとくと自分はもう糸の切れたタコみたいにいっちゃうっていう見定めがね、
もしかしたらあるんじゃないですかね。それで勉強はほとんどしませんでしたけど、山張るのがものすごい得意なんですよ。そういう自意識もありますしね、ですから学校時代ももう特にね講義聞いてましてね、あこれは試験に出るっていうのは分かるんですよ。天才肌ですよ ね、そういうところはね、だからこう選手時代もね、相手の投げてくるボールが直球だスライダーだシュートだってこう例えばベンチで口ずさんで確認してるでしょ、そこでグラウンドで拾ったものは当然その試合終わった夜家帰ったらメモっときますよ、稲尾何月何日こういう癖があったって僕は何回の監督をやっておりまして、解任されたわけですよ、で問題発言もしましてね、もう僕はもうプロ野球へは二度と、生きていけないというもう覚悟を決めて、あれですね、もう野球はもう終わりという時にですね、かなり大学ノートありましたよ。その時のノートどうなったんですか？それを全部もうバットからキャッチャーミットから野球用具は全部は焼き払いました。それもうクソったれと思いましてね。でもそれこそ自分を焼き捨てるような感じ、もう野球からはとにかく 100% も離れて第二の人生だと、何をやるかと野球以外で何ができるかなという思いで、そういう解任をされたことを時期を迎えましたんでね、もうそこはもう野球からも 100% 離れるためには忘れるためにはどうするかということで惜しかったですね。今にしてみれば、だけどやっぱりね、初めから山を張るっていうこと、試験の山を張るのが上手い人がね、メモを取るってことをやってて、それで、なおかつ野球をやめるって言った時にはそれ全部捨てて焼いてしまう度胸があってて、そういうこうベース考えるとね、ただ普通の人がノートを取ってメモを取ってるっていうのとちょっと違う。50歳になったんですよ去年、50代はそれほどでももう感じなかったんですけども、60と50何歳と60何歳って全然違うんですよ、なんだか60になってみて、だからこう40にしてまずは50にして天命してとかあるじゃないですか、60にして耳にしたら、あれはよくやっぱりうまく言ってるなと思うんですよ。やっぱり60は60の顔にならないとね。僕は55なんですけどね、昔の55の人ね考えたらすごいレベルなわけですよ、その知識から言っても、で今自分があるっていうのを考えるとね、もうとてもないガキなんだよね。それがさバレないようになんかこうあの世間に振る舞ってるようなところがあって、もうバットも振れませんし、ミットも持たせてもらえないし、そうなるともうしょうがないですね。これからはもうある程度言葉で生きていかないといかんし、知恵で生きていかないといかんし、そうなると書く、話すことが耳に入るっていうこういうジャングルで自分のものにこうなるような気がするんですよね。だからやっぱりこれはやっぱりあの端の部分で基礎でやっぱり立体的になっていくわけですね、このノートがね、そうやって生きていくんだもんね。例えば何年か前の見たらなんだこれってあるじゃないですか、こんなことに感激してたのかっていうと、自分少しは成長してるのかなっていうようなこう自分を測るというかにも役立ちますし、ぼやきとかぼやきは書かないんですか？いやそういうのは一切書きません。それは性格ですからメモらなくても出てきますから変な話、ここでこんな風にぼやいたら効果的だったとしたらそれはお書きになります？いややっぱ勝負ですから、こう言葉は剣より鋭いっていう、宮本武蔵が言うぐらいですから、やっぱり言葉っていうのは勝負には相手を格下させるっていうのはね、それはもう言葉っていうのはこれは戦術に使えますから、だから古田あたりにももう黙ってやるなって言ってるわけですよ。しゃべれって言ってるんだよ、もっと声出せって言って。じゃあもしかしたらこの中にはぼやきの効用なんていう効果的なぼやきなんていう項目も実はこそっとあるんで。これもうちょっと今日は一つぼやきの効用ちょっと考えてみます。一番最近のところでこれはと思うようなところちょっと一例ご紹介
いただく。いや、こだわります、ね。いやいや、僕はこれ自分の裸見られるより恥ずかしいですから。もう分からないことはないですね。やっぱ恥の部分ですからね。今監督のね、ノート見るとね、そこに全部多分その自分がそうやって埋め合わせる向上するものが全部詰まってるっていうか、恥が詰まってるでしょ、うん、これね物書きなんかやるとね、そこで気取っちゃうわけですよ、うん、自分に読むのは自分だけなのになのにね、うん、例えば三島由紀夫の日記にね、最初にね、ある日の日記にね、うん、微妙な話で恐縮だなって書いてあるんですよ日記にね、はあはあ、誰に恐縮してんだこれこう読む自分と書いた自分がね、はい、読む自分に恐縮してるわけですよ、そうなりがちだと思う。どうもね、文章としてこう書こうとすると、うん、そういうふうにこう自分に体裁を持ってきちゃう、うんうん、つい気取っちゃうと思うんですよ。だから続かないっていう理由なんかもね、うんうん、そのくたびれちゃうんじゃないですかね、自分に対して。大学生の頃はそうだったね、うんうん、私もやっぱり日記書くときに自分の中でしか見えないけど、でももしかして万が一誰かに見られるかもしれないって思っちゃうんですよ、はい、そうすると例えば誰かの悪口とかってあんまりなんか例えば愚痴とかってあると、黄色いペンでもうほんとこうやってもよく見えないようにこう黄色いペンでバーって書き殴ったりとかするんですけれどもねでも監督そうやってノートを書き続けていらして、コツは何なんでしょう。辛くなったりしばらくこうメモから遠ざかってしまうような時期っていうのはありませんでした。まあ無知の自覚しかないですね。こういろんなことを知っていくごとにそういうことがあって初めて無知だなって感じるわけでしょ。